どうも、つやです。今日からはしばらくブランディングについて名著を紹介していきます。ブランディングっていうとふわっとした感じの提案や戦略が多いかなと思います。なんとなくマス向けの広告やっているとブランディングやっているみたいな感覚があるかなと思いますが、実際そんなわけなくて、企業のミッションやサービスのメッセージをターゲットに対してどのように届けるのか、お客さんの脳内のシェアをどのように占有するのか、もっとマクロな視点で言えばどのように競争優位を得るのか保つのかを設計することです。感覚で判断してませんか？可視化できないからといって諦めていませんか？ブランディングには法則があります。今日紹介する本はそんな法則を世界屈指のコンサルであるアルライズ親子が22の法則にまとめました。1999年に出版された本ですが、以来マーケッターの中では教科書的な存在です。まだ読んでない方も、すでに読んだ方も、ぜひ手に取って自社のブランディング戦略の見直しを検討してみてください。なぜエビアンはコーラと同じ値段で売られているのか疑問に思ったことありませんか？みんな意識高い人はありがたがって飲んでいますが、水ですよ。ちょっと冷えた水道水と何が違うんだと、その違いを説明できる人がどれだけいるのでしょうか。そしてブランドによって水が高い値段で売られているにもかかわらず、みんな買うわけです。なぜ？それ、ブランディングの法則に従えば水じゃなくても実現できます、というのが本書の内容です。そもそもブランドの常識ってありますよね。ライバルよりも良い商品を作って自社ブランドをアピールするとか、日本製の高品質をアピールしてブランドを築こうとするとか、これは本書によれば大間違いだとか、マジかよってなりますよね。詳細を見ていきましょう。と、その前にブランディングの法則の大原則です。見込み客の頭の中にブランドを築き上げましょう、というのがブランディングの本質的な意味合いなんですね。これ間違えるとその後の話は進みません。もともとブランディングの語源は、牧場で自分の牛を判別するために夜勤をしたところから始まります。昔は牧場に囲いがなくて放し飼いだったんですね。だから自分の牛がどれか分かる必要があったんです。この語源からして、ブランディングの目的とは、消費者が脳内で自社商品を他社商品と区別することと定義づけることも可能です。22の法則とありますが、本質に関わるところをいくつか抜粋します。収縮の法則、原点の法則、特異性の法則、ライン拡張の法則、言葉の法則、それぞれを詳細見ていきましょう。まずポイント1として、ブランドは広げずに絞り込め、ということなんですが、どういうことかというと、人はブランド名を聞くと連想ゲームのように扱っている商材やサービスを思い浮かべます。例えばダスキンは掃除とか、これを広げてしまうとせっかくの連想がしにくくなるということです。失敗例としてリーバイスが挙げられます。リーバイスは男性向けのジーンズの代名詞です。ところがブランドを広げるために女性向け商材や子供服まで広げたんですね。さらにアクセサリーや下着にも広げました。一時的には売り上げ上がりましたが、ブランドが拡散した結果、利益が激減するという結果になっています。反対にスターバックス、こちらはコーヒーに絞って拡大しています。本当はたくさんの商材を扱っているんですが、でもスタバってコーヒーってなりますよね。カフェイコールスタバでもいいですが、お客さんは選択肢が多すぎるとかえって決められなくなっちゃうんですね。例えばスーパーでジャムの種類を倍にしたところ、かえってジャム売り上げが下がるということが起きました。ブランドは焦点の広がりと反比例するということです。短い一言で区別できるブランドを期待しているということです。ポイント2、カテゴリを作り所有せよ。カテゴリというのは同じベネフィットを提供する商品やサービスのことです。チョコレートというカテゴリだと森永もグリコも同じカテゴリってことになりますね。カテゴリを支配するということは、お客さんの脳内にチョコレートといえばロッテみたいな連想をする人を圧倒的に増やすということです。それにはどうすればいいのかというと、そもそもそのカテゴリーを作っちゃえばいいんですね。事例としてあるのはドミノピザです。このブランドは宅配ピザというカテゴリーで他を圧倒しています。なぜかというと、そのサービスを初めてやったからです。宅配ピザといえばドミノという連想が出来上がったんですね。なので後発で同じカテゴリーに入るブランドは宅配ピザというサービスでは戦えなくなってしまうんです。同様に検索といえば Google ですし、宅急便といえばヤマトになっていくわけです。ブランド名が動作そのものを表すようになると、もう他の同カテゴリーのブランドは参入の余地はなくなります。ググったって言いますよね。 Google 以外にも検索サービスありますが、検索するイコール Google を使うになってしまうと、 Bing や Baidu がいかに頑張ろうとシェアは伸びません。このようにブランドがカテゴリーを支配できると強いので、ブランドはカテゴリーを支配すべきという話になりますが、具体的にどう進めればいいのでしょうか。まず小さな市場を作ります。そのブランド名でカテゴリーを代表させます。そしてその市場で一番になるんです。
大きな市場での一番はたくさんのコストと労力を必要しますが、小さい市場ではそこまでではありません。例えばその地区での野球大会で一番になろうとするのは比較的達成しやすいですが、甲子園で優勝するとなるとかなり厳しいですよね。なお、ここで注意しないといけないのは、ブランドを売り込むとき、ブランドそのものではなく、新しいカテゴリーの利便性を売り込みましょう。ドミノピザではなく、宅配ピザというサービスを売り込むわけです。また、小さい市場を建てるとき、市場規模がどれぐらいで何パーのシェアが得られるのかという計算ではなく、カテゴリーを絞り込んで、一つの言葉を所有できれば、どれだけ新しい市場を作れるかを考えましょう。シェアというのは、小さい市場の複合で大きなシェアになることです。市場をたくさん作れた方が結果的には一番になれるんです。またカテゴリーを作っている最中に競合が参入してきました、どうしましょうという問いに対して、通常であればカテゴリーを育てることを終始して競合に対して自社ブランドのアピールをし他社を締め出しにかかろうとしますが、これは悪い例です。競合は受け入れた方がいいです。消費者は選択肢が一つしかないとき、そのカテゴリーの存在自体を疑います。コカ・コーラとペプシコーラの争いは結果的にコーラを飲む人を増やしました。単独ではそれほど伸びなかったでしょう。ポイント3、品質だけではブランドは築けない。重要なのはお客さんの頭の中にしっかりと品質ブランドを築かないといけないということです。品質で勝負するならスペシャリストであることと価格の設定を間違えないことが大事です。スペシャリストというのはダイヤモンドならダイヤモンドしか使わない、そうするとダイヤの専門店というスペシャリストになるわけです。ダイヤを買おうかなと思ったらその店に行きます。そして価格ですね。なんとなくですが、高いと品質がいいって思いませんか？ダイヤがそこそこの値段で手に入るんだったら、お値打ち価格かもしれませんが、品質が良さそうには感じませんよね。あるアンケートでは、レクサスよりもベンツや BMW の方が消費者の好感度は高かったようです。レクサスの方が高品質とみんな答えていたにもかかわらずです。ポイント4、ブランドを消費者の頭の中にすり込め。消費者にとってブランドとは名前のことです。すり込めといってもローラーをかけるようなプッシュをするわけではありません。よくある失敗を列挙しました。あらゆる商品にブランド名をつける。これをするとお客さんの中でブランドの連想が難しくなります。ダスキンは掃除ですが、実はミスドもやっています。ダスキンという名前でドーナツを展開してたらどうでしょうか。またブランドに総称的な名前をつける。お客さんにそのブランドを認識しにくくしてどうするっていうことになりますね。また安易にサブブランドを導入することです。確かに無名なサービスを始める際に良さそうに思えますが、ですがブランド内にカニバリを起こしてしまうリスクの方が大きいです。そしてビジュアルにこだわることを怠る。分かりやすいということがブランドでは大事です。マークを思い出せれば刷り込みに半分は成功したと言ってもいいでしょう。ロゴとかシンボルマークは慎重に考えることをお勧めします。ポイント5、続けることが強力なブランドにつながります。一つのメッセージをずっと続けて発信することでブランドは構築されていきます。一番破られがちなものですが、ブランドを確立しようとするには長い時間が必要なんです。何十年かけて守備一貫性を担保できればそのカテゴリーでの一番を取ることになるでしょう。ボルボは35年間ずっと安全性を謳い続けています。安全な車というカテゴリーではボルボが一番でしょう。そして大事なのは、市場が変わってもブランドは絶対に変えないということです。カテゴリー内の一番を争っているわけですから、自らその立場を降りるなんてことはしないことです。長期間続ければ続けるほどブランドは消費者の脳内に特定の場所を占有し続けることになるでしょう。長期的な戦略視点が必要になりますが、他社には真似できないポジションがお客さんの中に出来上がるんです。一度できたポジションは他社に容易に侵食されないものです。これこそがブランドは資産であるという意味になります。ぜひこれを機会にブランドの本質をつかみ、日々の業務に役立ててください。